リスター・シボレー・リスターは、イギリスのスポーツカー及びレーシングカーメーカーである。1954年、レーシングドライバーであり、ケンブリッジの鉄工所の経営者である、ブライアン・リスターが、オリジナル設計の車両を開発したことから、リスターの歴史が始まった。クーパーに触発され、ラダータイプのスペースフレームシャシーを持ち、ドディオンアクスル、インボードドラムブレーキという構成の、軽量な車両であった。 この頃の他のビルダーと同様に改造した MG 製エンジンとトランスミッションを使用した。ドライバーには石ワンの名手アーチー・スコット・ブラウンを据え、オールトンパークでのデビューレースに臨んだが、パワー不足が目立ったために、すぐにブリストル製2リッターエンジンに交換。さらにいくつかの改良を施して、シルバーストーンでの英国グランプリのサポートレースに出走した。 リスター・ブリストルは2リッタークラスではあっさり優勝、総合でも5位入賞を果たした。ジャガーシータイプに負けることはなく、上位にはアストン・マーティンのワークスカーしかいないという快挙であった。この年、数々のレースに出走し、マセラティ、クーパー、ロータスやブリストルなどのライバルに対して勝利を重ねる。1955年、ブリストル出身のエンジニアを雇い、 空洞を用いてデザインしたボディを仮装した車両が何台も製造された。しかし、ライバルたちも進化しており、前年と比べ苦しい戦いとなったため、マセラティ製の直列6気筒エンジンを積み、さらなるパワーアップを果たした。リスターメイザーは前年同様のポテンシャルを取り戻し、レースを設計した。この頃同時に開発していた、下位2クラスの車両は出来が、 悪く、すぐに撤退。1957年、ジャガー製の6気筒エンジンを搭載した新しいアルミニウムボディを製作。ついにこれで、アストン・マーティンと競える力をつけることになる。リスター・ジャガーの速さは証明され、エンパイア・トロフィーを勝利した。1958年、さらなるモデルチェンジが施され、ブレーキが改良された。しかし、 アストン・マーティンとフェラーリには対抗できず、またスパ・フランコルシャンでは、クラッシュによって、アーチー・スコット・ブラウンを失ってしまう。さらなる厳しい戦いに備え、最も優れたエアロダイナミックボディを作る男と、称されていたフランク・コスティンと契約、彼の手によってリスターは、非常に優れた、ボディデザインを持つようになる。完成した、シボレー製、V8 エンジンを搭載した車両は、リスター・シボレー、 または、リスター・コルベットと呼ばれ、約50台が生産された。小規模なバックヤードビルダーでありながら検討してきたが、資金繰りに困り、1958年に閉鎖を余儀なくされた。1963年、ブライアン・リスターは、ルーツグループから依頼を受け、ルマンプロトタイプクラス用車両である、サンビーム・タイガーの開発に入る。タイガーはまだ開発初期の段階にあった。 ブライアンはサスペンションとブレーキを完了し、空力に優れたファストバックハードトップと傾斜の強いフロントウィンドウ、コーダトロン化のテールデザインを採用した。エンジンはフォード製の4.3リッター V8 でシェルビーにより275馬力を引き出されていた。最高速度2 7 0トルを出すことを目標にしていたが、開発期間が短く、 またシェルビーによるエンジンは信頼性に欠けたために、制作された2台のタイガーが活躍することはなかった。結果、シェルビーはエンジンの開発代金をルーツに返金している。モンスターマシン、ストーム GTS1986 年、ローレンス・ピアースの手によって、リスター・カーズ・リミテッドが再建された。ジャガー XJ s ベースの車両が約90台製作され、 さらに1993年には過激な新型車リスターストームを発表。7リッターのジャガー製 V12 エンジンをフロントに搭載し、これは当時最大の排気量を持つ V12 エンジンであった。極めて高価格だったこともあり、わずか4台しか製造されていない。今日リスターカーツリミテッドは競技専用のリスターストーム LMP を生産している。エンジンは シボレー V8 である。ありがとうございます。